ヤックススペックスヤックススペックスはオランダの商人で1609年に平ラドにオランダ商館を設立し初代の商館長となった人物。1629年から1632年にかけてバタリアにおいてオランダ領東インドの総督を務めたが、そこで娘のサラのスキャンダルに巻き込まれている。オランダ帰国後は絵画の収集家となった。 1600年、オランダ船リーフデ号が文語に漂着し、その乗組員は徳川家康に保護された。家康は海外貿易に熱心であり、1604年に衆院船制度を実施した。さらに1605年には平戸藩書大藩主であった松浦重信が新造した衆院船でリーフデ号の船長であったヤコブ・クワッケルナックと、 上院のメルキオールファン・サントフォールトに、オランダ総督マウリッツに宛てた新書を持たせ、オランダ東インド会社の交易拠点であるパタニエと派遣した。しかしながら、オランダ東インド会社は1602年に設立されていたものの、ポルトガルとの競争が激しく、直ちに日本との貿易を開始する余力はなかった。当時オランダ本国はスペインに対する独立戦争を、 行っていたが、1608年には、イギリス・フランスの仲裁で勢力の現状維持を前提とした、急戦交渉が開始された。このため、オランダ東インド会社は交渉成立以前に、現状を拡大することが得策と考え、アジア地域の艦隊指令であったピーテル・ウィレムス・ゾーン、フル夫婦に、可能な限り公易地域を拡大するように指令した。この指令に従い、 1609年フル夫婦は平戸に向かった。スペックスもこの一員に加わった。スペックスは11隻からなるフル夫婦の艦隊の一員として、1607年にテセルから出版した。晩天に到着後、日本との交易を開始するため2隻が日本に向かった。慶長14年7月25日付の家康の衆院城、オランダ船は、 日本のどこにも寄港できると記されている。この二隻は、デフリフューンゴートローデレーウメットパイ連合である。両船は1609年7月2日に、平戸に到着した。直ちに、アブラハムファン、イエアスは、慶長14年7月25日付の衆院場を下、カフしオランダ船の来航と安全を保障し、また、来航地と、召喚設置場所の自由を与えた。 この時の通訳は、リーフデ号の乗組員であった、メルキオールファン・サントフォールトで、当時長崎で交易を行っていた。スペックスが所有していた、レンブラントの、ガリラヤコの嵐の中のキリスト 160X127 センチメートル。この絵は1990年に東南にあい現在も、行方不明である家康は、江戸に近い裏側での交易を期待していたようだが、 戦場会議において、平戸に一軒の家を借り、オランダ商館を設立することが決定された。当時太平洋側の航路は十分開拓されておらず、またスペインポルトガルの公易地である長崎に近く、情報収集に便利であるということがその理由であった。スペックスは初代の商館長に任命され、スペックス含め6人が平戸に残ることとなった。スペックスは、 ウィリアム・アダムスの協力を得ることができ、1613年まで召官長を務めた。1610年、スペックスは朝鮮にも船を派遣している。さらに、三代目の召官長として1614年から1621年まで平戸にあった。この間の1620年、平山津ネ事件が起こるが、スペックスはイギリス召官長であった。 リチャード・コックスと協力して事件の解決に貢献している。スペックスは1617年に日本人女性との間に娘サラを設けたが、サラはバタビアで暮らしていた。1629年6月、サラが12歳の時、東インド総督邸内で15歳の少年と関係を持った。このため、少年は残首サラも無ち打ちの後、 溺死させられるところを過労じて免れた。スペックスが東インド総督として着任する直前の事件であった。1632年5月15歳となったサラは35歳の宣教師ジョルジウス・カンデデュースと結婚した。あまりの神父の若さに噂の種となった。1633年6月サラは夫に伴われ台湾に渡り、 信仰で暮らすこと3年、熱病にかかり、1636年19歳で同地に没した。帰国後、絵画の収集家となったスペックスは、レンブラントの絵5枚を所持していた。ありがとうございます。